にちは、シュです。今回はヘラニクス使って闘技場やっていこうかなと思います。リーダースキルが80%以上悪魔タイプ、攻撃6倍、ドロップ操作は10秒延長だね。ということでやっていきましょう。本当はね、全然作る予定なかったんだよ、ヘラニクス。なんだけど継承できるみたいで、まあ、それなら1体ぐらいいつか作ろうかなと思って、まあ、いつか作るなら今でいいかなと思って。うわ、すげえ先生ないで、さっき作ったんだよね。やっぱ継承可能っていう点でさ、あれだよね、周回、このなんだっけ、 最大 HP の何パーダメージみたいので、周回としてね、かなりいい性能だと思うんだよ。根性切ったりさ、そう、ボスをね、ワンパンっていうか3パンか、スキルで3パンできちゃうんだよ、ゼヘラからのヘラニクス2枚で。今までさ、なかったよね、ボスを3スキルだけで倒せんの。ゴーザンズとか、あとはギアブロス、あれとかも2スキル必要だったもんね、どんな頑張っても。2スキルじゃね、4スキル、まあ、なんで、まあ、一応作っとこうかなと思って作ってる。ただ結構リーダーとして使うならめちゃめちゃ弱いんじゃないかな。あ、でミスった。ここで本来だと濃姫使ってた。なんだけどミスったな。そう、こいつ出ちゃうんだよね。こいつ出た場合さ、そう、先生あるところでこの激減うまく利用して勝たないと結構厳しいと思うんだよ。なんでちょっと今戦い方ミスったな。わー、でこれ光組めるか。よいしょ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 。すげえな、もう操作時間のゴリ押しだよね。はい。いやいや、これ何秒あるんだろう。10 20でしょ。20、ほら、やめようって、打っちゃおうか。20の21秒パズルか、やべえな。これね、下の倍率つけてくれるとちょっとでもリーダーとして使えるんだけど、下の倍率もないからね、本当に弱っちい。 OK。で、封印が覚醒バッジで封印にしてるんだけど、それでもね、今 90% かな、封印耐性。なんで弱いんですよ。闇アテナが結構強いと思う。闇アテナとこの濃姫の威嚇とかをうまいこと利用してやっていきたい。 OK、 これで倒せんじゃない。で、基本的に闇欠損はあんまりないと考えていいと思う。で、今危なかったね、7コンボ出してなかった。7コンボね、出すとやっぱ稲姫が、濃姫か、濃姫がね、かなりいい感じに機能するんで、よしよしよし。で、どうすかな、これ闇温存、これ7コンボできてる。 1,2,3,4,5,6,OK,7。 いや、待って、これ倒せないじゃないかな。いける、ちょ、ミスったな。クルコンボやればよかった。 OKOK。 で、このさ、ヘラニクス神キラーついてんだけど、なんか継承でね、あ、そう、ここもね、本当は濃姫使うとこだった。やべ、普通にミスってんの、さっきから。あいつ出た時やばかったね、緑のやつ。はい、お、いいね、めちゃめちゃいい盤面。うん、で、ヘラニクスね、神キラー継承できるみたいなんで、潜在でつけれるみたいなので、神キラーつけたらね、結構神を簡単にいける気がする。で、バインドに弱えんだよ。 OK、 封印は 90% あるから、まあ、基本的に弾ける。 OK、 ナイス。そう、3スキルでね、倒せるからゼヘラ入れてんだよね。よいしょ。こうか、こうだね、これで光が落としになってる。で、次は確か先生ない、一応ね、闘技場一はある程度覚えてるはずなんで、先生あるところではしっかり濃姫を使っていきたいけど、多分次先生なかった記憶がある。 OK、 なんか豚出んのが闘技場2以降じゃなかったかな。今さ、口内炎できててめちゃくちゃ痛いからあんまり喋れないですよね。 OK、 いいね、いいいい、多分いけると思う。基本7いけば多分倒せるでしょう。うわ、指長っ。あ、でさ、なんか新フェス源の情報来たね。コットンだっけ、あれ、なかなか強いね。明日ね、ちょっと引こうかな。ちょっとじゃないかもしれないけど、引こうかな。ちょっと声裏返った。オッケー。あー、で、切っちゃうか。切ってるよね、これ。これ使って、次先生かな、確か。はい。難しいね、やっぱ使うの。そうだね、先生もう一枚使おう、もったいね。これで切っちゃうかな。 HP80%、 闇当てな、もう一枚ありだな。 OK、 切ってないね、危ねえ。ちょ、難しすぎ使うので。コットンね、あれ10倍だから着ておきたいけどね、あんまり10倍って10倍じゃないんですよ。なんだけどやっぱ10倍のうちに引いときたいよね。10倍じゃないとはいえ、いけない。あと紙結びかな、同じ10倍確か。うんうん、いいねいいね。
火吸収か、火がちょっと怖いな。火外すのもありだな。一応光の全体入れとくか。光の全体入れといて、よいしょ。で火は外したいけど、ちょっとやべえな、組んじゃいそうだなこれ。待って、これ組んじゃうな。一応火は外れてると思うけど、多分落ち込んでなっちゃう気がする。うん、そうだね、仕方ない、今大量に火あったからね。ナイス。コットンね、あれほんといいよね。オッケー。追撃持ってんだよ。で、なんかねえみたいな感じで分岐ができるんだよね。一応闇つ上にしとこうか。はい、で分岐で闇の方にしときたいね。闇、今んとこ闇の追撃って神結びしかいないんだよ。神結びで7コンボ強化とかもなくて、ちょっと火力がね、パーティーに入れちゃうと若干弱くなっちゃうんだけど、そこをね、あのなんだっけ、コットンだっけ、あれでね補えるっていうのがかなりいいんですよ。水とかだとね、結構追撃のキャラ充実してんだけどね、闇が本当に少ないから、結構当てて闇の方にしてパーティーに入れたい気持ちがかなりある。いけないっす。でいいね、闇当てが溜まってんのが嬉しい。でこの次は確か先生なかったよね。まあ、先生あっても濃姫溜まってないから使えないんだけど、緑つなげて、すげえなパズルのゴリ押しが。はい、でそっち捨てたらどう、闇の1コンボで多分オーバーしないと思うんだけどね、どうだろう。うん、誰だろう。これいけるんじゃないかなと思ったけど、あれがないっすよ、貴族性が。濃姫の下に木のマークあるんで、これ使っちゃおう。で闇貯めつつ、いや闇貯める必要ないな。次先生の敵が結構多いんだよね。濃姫貯まる、オッケー、貯まんねえ。それなら濃姫使って、そう、次の先生に対応したい。あ、でもなんか意味なかったかもしれないな。どうせ、あの、割合 80% 切っちゃいそうな感じがある。はいよ。闇は1個だけ残そう。1個だけ残して。じゃあ 80% 以上キープお願いします。やっぱ本当にリーダーとしては全然使う人いないんじゃないかな。本当に継承用にはね、サブというより本当に継承用。まあ、神キラーあるからワンチャン。サブとしても、もしかしたら、ありっちゃありな時があるかもしれないけど、やっぱ基本継承だよね。OK。頼むからパール出ないでくれ。パール出たらどうしよう。一番いいのがあれだよね、指奪ってくるやつ。そう、そしたらこのパーティー指がめっちゃあるから、すごい何事もないようにいけるんだけど。闇アテナを貯めよう。闇アテナ貯めるまでカットしよう。闇アテナ貯めるまでカット。でこれでダメージもらうから、ちょっと最初はカットしないで。闇消さないようにして。うん。OK。これで闇消して、HP80% 以下になってどんなに頑張っても、ダメ。ダメっていうかあれになっちゃう。で、多分耐えれると思うんだよね。一応2点待ちで回復を呼んで、OK。そこに回復お願いします。うん、でもいい量で来てくれた。はい、ということで、カット。よし、来た。ここで闇当てなると、闇当てな打って、これさ、結構さ、7コンボ強化とかさ、闇作ってもらうから削ってたらね、あともうちょいで半分切りそうになって若干やばかったんだけど。で、ここで、しっかり回復呼ぶのが大事。しっかり回復呼んで、光消しつつ、オッケー。頼む、回復来てくれ。回復を 80% 以上にしないと厳しい。いいね、いい量で来てくれた。ここで持っていけるかな、満タンまで。結構ね、回復力が残念なんですよ。いいんじゃない?これで待ちにもして、多分これで 80% 以上いく気がする。落ち込んで、1個、2個、いい、3、4、OK! いいね、ここで倒そう。OK、危ねえ。本当に難しいんだよね、使うのがなかなか。で、次は、あいつだもんね。グリザル。グリザルは先制ないけど、毒が作ってくる。闇大量に。いいね。この量あればいけんじゃないかな。多分一回でもあれもらったら負けだよね。先生。いけるかな?これ。やべ、ミスった。これ次、ディオスでんじゃん、ディオス。
ディオスのためにあれ使っとけばよかった。一応マッチになってるはず、これで。ディオスのために、濃姫使っとけばよかったな。1、2、3、4、5、6、もちろん1個。7来ないか。これ倒せねえよね。やっべ。これやばいっす。だいぶやばいっす。これ濃姫使って回復多め。オッケー、いいね。くっそ。多分7あれば今倒せたんだけどな。で、水消して。いいね。これで多分満タンまで持ってけらず。1、2、3、4、5、6。落ち込ん、頼む。いや、いい、いい。全然悪くない。これで自動回復でいけるでしょ。オッケー。で、ここは濃姫使って突破が一番無難かな。これ落としになってんな。よし。これで闇落ち子あると、もうかなり嬉しい。闇落ち子。闇自体がないっていうね。しょうがない。一旦だけ貯めます。一旦だけ貯めて、濃姫使って。オッケー。でも闇当てながらもうすぐ帰ってくるね。これ使って、まあ一応ゼヘラを対応できたと思うようにしよう。ゼヘラを対応できたっていうことにしよう。はい。回復消すか。はい。OK。さあ。で、リファイブとか、まだか。リファイブは次の次か。いいね。盤面が超いい。一応何来ても OK っちゃ OK だけど。何来る？うん。何もしてこない。割り消し。で、一応盤面最大ですよね。一応盤面最大。頼む、リファイブ来ないで。リファイブ来たら罪だな。リファイブ来たら罪。一応闇がある。あいつとか出てくれるとめっちゃ嬉しいな。デフォード。いいね。いいけど。そうだね、これ。そうだね、っていうか何も言ってないけど。これ倒せるよ。倒せるけど、あえて倒さない。闇アテナ使って突破しよう。闇アテナ使って、いいね。一回でも食らっちゃうとね、もう、なんかスキル使わないと HP 満タンになんないからね。はい。うん、闇当てな使って、これ、ね、濃姫使って突破。ちゃんとね、次ヘラ出た場合やられちゃうんだよね。はい、使います。で、いいとこ行くまでカットしよう。OK です。ここで、これだよね、濃姫使って、さ、ベルゼブブ出たら負けんだよな。ベルゼブブ出たら負ける。頼むから出ないでくれ。勝ちたいよ。フレンドも全然いないし、こいつ弱いし、あんま使いたくない。頼む。いいんじゃないこれ。悪くないよね。マッチも完璧。ベルゼブブだけやめてください。で、闇もある、闇もある。超いい。ベルゼブブ、ほんとに出ないでくれ。ベルゼブブやめてくれ。うわ。うわぁ、うわ、待って、うわ、絶対今、オチを考えてた。やったやった神。うわ、やった、うわー、やった。今めっちゃ積んだと思った。マジ、こうないんやて。あ、今日ね、ボルトやってたみんな見ました？はい。オッケー。じゃあ、で、火2面にしようか、一応。明日はちょっとワールドカップ予選あるんで、ちょっと集中します。オランダだよね、オランダじゃねえ。あれ、オーストラリアだ。オーストラリア強いからね、実際。オッケー、いいね。これ、最後見せ場を置きました。いや、勝ててよかったな。これ倒せるよね。3スキルで。45%、30%、30% だからね。うん。なんでやっぱリーダーっていうより、継承としてどっかで、いけるんじゃないかな。はい、終わりまーす。終わり。